違う。はい、バーガー。バーガー。はい、リエルです。今日は、考え方。考え方？土。うん。考え方。うん。ダメ。何言っちゃった？な、え？みんなにその土の考え方な。うん。をちょっと教えます。はい、教えますよ、ね。俺も頑張ります。うん、今日45度。45度。暖かい。暖かい。ね。ちょっと息が切れ出すかもしれない。うん、そうね。で、みんなの家の環境ね。うん。例えば、床んとこのベランダ。うん、なベランダでやってる人な、うん、日当たりが良くない。良くないじゃない、なんかちょっと今の時期だけ直射が入らないだけ、うんうん、そう、うん、それでも可愛いやろ。可愛いな。じゃあお水もほぼあげてないやろ。違う、それは忘れてる、うん、だからそれでも、いけるやろ。いけれるな。可愛いやろ。かわいい、めちゃくちゃ。うん、そういうことよ。それを伝えたいんや。うん。な、それには、要は水はけやどのぐらい良くするかとかな。うん。じゃあ最近、鹿沼をおすすめしているけども、初心者さんにな。うん。もう慣れた人はいいんだ。うん。もうな、自分で。これを、ま、いろいろブレンドする楽しみもあるんだ、自分なりのな。そうね。うん。で、超初心者さんは鹿沼。はい、おすすめします。完全にね、こういうね、うん、でこれより水はけいいのっていうと、今度これなのね、あのボラ、ヒューガ土、ボラ、ボラね、石や、これ石。そうだ な、でこんなんでもいいわけだ。その代わり水はけ良くなるにつれて、もうあれや、水やりの回数を変えなきゃいけないんだ。だからもう一概に言えないんよな、うん、そうやな。うん、だけど一応もうおすすめ、うちのおすすめはもうこういう感じやな。もうこのぐらいしか種類知らねえないや、ごめんなさい、これは私はかなり研究した。何を？いろいろ試した結果行き届いたところ、うん、いいって言うな、ちゃん、うん、いいじゃん。だけどいいんや、うん、な、で鹿沼でも群れましたってな、うん、言う人はな、その要は環境がまだ分かってないけん、うん、じゃあこっちにすればいいじゃん。ボラ？おいやいや、そういうこと、群れちゃうんだから。群れちゃうっていう人は群れたらダメなんやから、うん、水はけ良くするっていうな、うん、じゃあこれで鹿沼だけにするだけだとすぐ乾いちゃうんだよ。乾かないっていう人はもう、じゃあもうこうボラとかな。相当乾くよこれ。いやいや、年中水やらんとダメだよ抜いてるのと一緒になっちゃうから。で、気をつけてほしいことがあるね。本当にそれで水切りすぎると根っこ死んじゃうよ。いや、そう、そこが大事なんで、そこもまだみんな分かってないんだよ。ああ。で、鹿沼に置いたところで乾きすぎると根が死ぬというな。うん。死んだ時にお水あげても吸えないからペナペナのまんま死んじゃうという、うん、なパターンもあるんだ。だけどそのもう土の種類で育て方はもう全く違うというな。うん。これをちょっと伝えたくてな。うん。伝わってないからな。うん。でもよく言うやん。何？環境が整ってると、うん、どうでもいいどうでもいいよ本当に。そのそこの環境が整っていれば、うん、土は何でもいいよ、うん、本当に、うん、その代わり、腐葉土とかああいうのダメな。腐葉土はダメ。もう最悪や。最悪やな、うん、もう汚くなるな。汚い。腐葉土も種類があるけどな。そう、そのちゃんと熟成したやつとかしてないとかいろいろあるんだよな。そうそうそう。で、ホームセンターあたりの腐葉土はもう熟成してないからもう最悪やな。うん、虫もいるよな。そんな言っちゃって大丈夫？言っちゃったでいらない、そんなもん入れる必要ないよ。そのお花で、お花の世界のものや、それ多肉にはいらねえよ。多肉にはいらないな。いらねえ、いらねえ。うん、だけな、うん、だけとりあえず、
今じゃあ初心者さん、鹿沼って言って鹿沼でしてる人が多いだろ。鹿沼な。な、うん、それで、もうペナペナになっちゃうっていう人な、うん、お水あげんの怖いって、うん、いう人は少し水持ちを良くしてあげればいいじゃん、うん、だろ。じゃあブレンドしましょうか、うん、な、こうな、例えばだよ、うん、カヌマな、うん、そのこう大体混ざりな、お前ならどれ入れる。だ、決まりはないんだよこんなもんな。でこれが楽しいんで、これこの辺も楽しんでほしいよな。そうやな。おう、で、うん、でうちの土っていうのはもう前動画出してるね、それ見てください。うちのね、土っていう再生リストを作りました。ちょっと再生リストをちょっと作りました、うん、だけどな、うん、そういうことや、うん、だけど水持ちを良くしたいっていうならもうこっちの3種類やな。そうだ、これを言っていけばいい、うん、水持ちがいい。ここで、うん、これ何、赤玉、これ細かいな、細かい赤玉、うん、これがピートモス、酸性です。酸性、はい、これがバーミキュライト、バーミキュライト、うん、これキラ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 な、うん、でカヌマとボラ、シュウガ土な、土とこれ底石、底石のボラ土、うんうん、シュウガ土な。土って売ってる地域で売ってるものが違うやろ。うん、違う な。だけ、そういうことやな。似たようなもの。だけ、うん、だけ水持ちを良くするって言ったら、こっちの種類をな、少し入れてあげればいいよ、カヌマにな。そう、赤玉はこれ順番よね。え？何？保水性の強い順番。そうそう、強い順にしたつもりや。こうな、そうそうそう。これカメラワークが悪いってやる。見えない。真っ暗。専務今日久しぶりにお休みや、ね。うん。で例えばその俺なんかこういうこれ大好きやけな。ピートモス私大好き。そうそう、これこう入れるとかな。もうこれでまた違うじゃん。違うな。な。でそんなにね土ってお金かけるとこじゃないからな、うんうん、まず環境分かれば別にどうでもいいし、でも初心者さんでちょっとこれじゃすぐ乾きすぎるとかな、うん、いう人はもうちょっと水持ち良くするために混ぜてあげる、うん、な。これでじゃあもうあれや、これでも乾かないっていう人のためにな、うん、これや直接な、カヌマを入れてる人、うん、ブブ、うん、乾きづらいのよな、うん、このぐらい入っちゃうとな、うん、だけどこのぐらいであれの時はもうこれを入れる、ほらって、そうそう、うん、これをこのぐらい入れる、これは中かな、うん、これ中にカヌマ、うん、もうこれ最強カヌマ、ちょっとや半分以上ボラな。そうな。ほんでこうな、うん、これだと早く乾く、うん、このぐらいしかカヌマ入ってないからな、うん、そうやろ、うん、でこれもうあの初心者さんの、うん、もう乾かないっていう人ようなこういうやり方最強、うん、最強のやり方な。すごい乾くと思うんだけどな。だけど乾かないっていう人いるやん。もう全く風が動いてないじゃん、うん、じゃあ乾かんかった、これよりまだ乾かんって言ったらもうそのボラの小粒を混ぜてってことな。じゃあこれを混ぜればいいよな。ボラをカヌマにボラを入れたらこれ石やけん。これ石、水吸わねえけん。これカチ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 やカチカチやこれ石やけん、水吸わんけん。そうだよ な。これ石、もう石潰れないんだよな。石潰れないの。ちょっとハンズマンの回し物じゃないけど、うん、ハンズマンこういうの触れるやん。袋から出してるけどさ、うん、まあな、ハンズマンは、まあ、九州だけや。あ、そうか、うん、な、でこれ最強な、うん、最強じゃん、ナンバー2やな。ナンバー 2？ うん、ナンバー1はボラやけ。ボラな、そういうことボラ土がない。ボラ土はヒューガ土と同じ。うん、でもほら向こう方行ったら高くなるやん。本州とか向こう行ったらな、うん、これ宮崎の土やけな。これ100何円やろ。うん、そうで150円。これ最強な、うん、でこれ鉢にはこれを入れるということ。やっぱ水はけがいいが一番いいからな、うんうん、まあそのな、人によるけど、
る、うん、うん、いや俺なんかに言わすとな、水はけ良くして水やり回数増やして可愛くしていくっていうな、うん、でこれからな、これから今からする人はもうあの秋冬に向けて根詰まりするようにな、うん、あのしてセットしといたらいいから、で今していいから、うん、な今なんだ休眠するとかね、なんとかとか言う人いるやん、しないよ、しないよ、生きてんのな、で全然でかくなってるけん、生きてるよ、夏の間にでかくなるからな、うん、スピードがすごいよな、すごいよ、いやすごいよ、いやみんなが水あげないからさ、うん、ストップしてるだけじゃん、いやそうそうそう、そう、そういうことよ、そういうことよ、そうやろ、そうそう、今いいこと言った、いいこと言ったな、怖がって他のな生産者もな、怖がって水やらないから大きくならないだけじゃん、うん、やろ、俺でも水やるけどどんどんでかくなる、でかくなってるよ、やろ、うん、うん、そういうことよ、そしてな、生き物やけん、あ、うん、でもちょっともう一個言って言いたい、いいよ昨日かな、いつかな、うん、私んちの動画見せてかなり水やってなかったけ、うん、水やらんでも大丈夫やと思ってる人がいっぱいおるかもしれん、うん、でも大丈夫やけどそれは危険やけんね、うん、でそれは環境に合ってるから平気なんや、うん、そうで今は大丈夫なんやけど、うん、それが夏が明けてちょっと秋に入ってきた頃、ペナペナの状態でこれからベランダどんどん日が入ってくる中に、うん、直射日光が来るようになるの、うん、そのペナペナの状態で直射日光がガーンと当たると葉焼けをします、うん、もうこれが最悪、うんうん、それが今お前のところのベランダやけな、うん、今直射日光がガーンって当たらんから水切っても平気だった、そうそうそう、基本多肉はそういうものやからな、うん、水分を蓄えるものやからな、うん、お花と違ってな、そうそう、うん、そう、そういうことよ、そう、ただ直射日光が当たってないから焼けてないだけの話、うん、そうそうそう、それでも可愛くあるんやけん、うん、な、で、そう、そういうことだけど、場所によってこの考えで変えれるという土をな、そうやな、うん、一番悪いのはどっかから多肉の土って買ってくることや言っていい、あ、言っていい、あれ、あれお金儲けの土やけんないや絶対そうじゃん、そうやろ、そうやな、高い、高いな、もうこれで何百円する、そうや な、お金儲けや、うん、自分でやった方がいいよ、それも楽しいやな、そうそう、だけどそんなに混ぜんでもいいんだよ、だ言う通り鹿沼だけでいいんだから、うん、な、本当はな、うん、うん、だけどそれこう混ぜてもまたこれはこれで楽しいじゃない、うん、自分で考えてな、うん、四十郎さんもそうやん、自分でこうな、うん、混ぜてするやん、そうやな、うん、いやそれが楽しいんだよ、うん、だからどうでもいいよな、うん、どうでもいい、そう、そういうこと、そういうこと、うん、もうやること終わっちゃったんじゃねいやだから一番言いたかったのはこの底石を入れると早く乾きますよっていうこと、底石な、うん、このビニールポットでもこれは入ってないよ、入ってないけども、これビニールポットは入れてないよ、これはうちのやり方やけ入ってないよ、うん、みんなの家でな、うん、カヌマでな、その乾かないという人はそういう風にしてみてっていうことや、うん、な、でいつ植え替えてもいいけん、大丈夫よ、大丈夫やけん、まだうちなんか毎日植え替えてるけんな、うん、それで死んじゃうようならおすすめしないよ、できないよな、やろ、うん、別に何にも問題ない、あの一応生産者やけん、あのなあ、ダメなこと言わんしな、 YouTube 顔出ちゃってるけんな、嘘言えないよな、一応やって、あの経験のもとを喋ってるからな、うん、そんなんでどうですか、大丈夫かな、伝わってるかな、うん、伝わるかな、だけどそのほらで例えば、うん、日当たりがじゃあお前のところのベランダな、うん、また怒るかもしれんけど日当たりが良くないな良くないで風はあるとかないとかあるでしょ、うん、あ、それあるな、そしたらちょっと水持ち良くしてあげようとか、そういうこと、それを言いたいわけよな、でもまた感覚になっちゃうな、いやいやだけどそれ感覚よ、うん、な、でそれをだけこうほらで、またあんまし水あげるのめんどくさいけんって言って、うん、水持ちよくしすぎちゃうと今度日が足りないから、その今言ってることが間違えてるよ、めんどくさいけんっていうか、うん、あの植物が主役やけん
その自分の気持ち押し付けたってダメじゃん。な、水やりめんどせえけ、水持ちよくしとこうっていうのは自分もわがままや。あの多肉メインで考えて、あそういう人がおるかなと思って、そういう人だけ、そういう人ダメ、ブーブーブーダメ、ダメです。ね、多肉を可愛がるようにね、そうしないとダメじゃん。うん、うん、だけど覚えたら簡単やからね。うん、うん、それじゃあ今年は大丈夫やけど来年はまた分かんないよ。その環境の違いが そこの場所でも変わるんやけん、うん、だからお天気は分からんからな。そうやな、うん、でそれを感覚でこうしていけばな、うんうん、で温度湿度とかその知らねえよな。湿度は関係ない、機械とかねえし、そのないな、その気にしたことねえしな、うん、で外よりは高いやろ。すごい、もう水あげた次の日とかもものすごいよ。すぐ朝まで乾かんからな、うん、昨日もあげてるけどな、もわもわ。そう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 、だけど水やりも吸わない、一日で吸わないってまたコメントも入ってるよ。あ、入ってたね。お前んとこは吸ったけど、だけどそれは根詰まりしすぎてるから吸えなくなってる場合と、水切りすぎて根っこが死んでるから吸わない場合があるだろ。あとはもう一個、もう一個、お水をあげてるようであげていない。ああ、そう、あ、そうそう、それもあるな、うん、下からジャーって出るまであげないと、あげたうち入らない。 あのシャワーはね危険なんだよ、ほんと、うんうん、あげてる風になっちゃう。だけど今一番今の中で大事なのは、根が死んでるパターンを知らないということだ、みんな。ああ、そうやな、水切りすぎると根は死んでしまうっていうな、うん、死んでる時水やっても吸えないとい う, そうな、だけどそういう時はもう抜く。あ、そうな、抜いて植え替える。もう一個あった、コメントに、私のベランダはの状況、なんかな、状況、いつ水やりしたんですか、温度がどんくらいの時に水やりしたんですか、うん、あれはね、もう何にも気にせずやった。もう本当にペナペナすぎて死にそうやったけ、うん、あ、もうこれあげんと死んじゃうと思って、猫が死んじゃうと思ってあげた次の日34度やった、うん、で、あの温度とか関係ねえしな、うん、でそこが直射日光当たる日、昼間やったらそれは気をつけた方がいいけどな、うんうん、そういうことや。そういうことやな。伝わったかな。でもそういうなんか水あげのタイミングを測ってる人がおるんやったら、その涼しい日とかにな、雨降り、うんうん、雨降りが最高や、うん、夏場はな、夏場はな、ああ、それ夏やけ雨の日にあげたって、うん、こう伸びることないのよな、うん、伸びないんだよ、うん、で伸びるっていう人はよっぽど日陰よな、うん、分かった、うん、分かった、分かった、俺たちだけ分かった。今日さ、逆おらんけ。今日一番大事、何伝えられたかなって何と思う？分かんない。ね、根っこが死んでる可能性があるということ。あ、水切りすぎると根は死にますよっていうことを言えたからいいな。うん、あ、それを気にして、吸わない人はその可能性がある、うん、な、うん、根詰まりバンバンすぎて肩カチカチになってるか死んでるか、どっちかやな。またカチカチになってる時の水やりも大変やもんな。いや大変やな、もう植え替えんとな。うん、うん、そうそう、そういうことや。いいかな、うん、そういう感じ。今日の題名は何だ、今の話から言って。分かんない。色色いろいろや、うん、大事なこと、大事なこと、考え方な、うん、そういう感じでいいか、うん、いい。もう今もう8月やけん、もうあと1ヶ月2ヶ月、うん、な、もう何も心配いらない月が来ます。来たね、うん、もう何もうすぐです、すぐです、もうすぐよ、これを乗り越えたら、うん、そうそう、うん、こういう可愛いやつらも見てあげてください。そう、お水、お水をあげてたらもう大丈夫よ。え、お水を。いや、そうよ、何も怖くないじゃん。ちょっとね、もう真っ暗すぎてね、もう何が言ってんか分かんない、うん、ああ、そういうこと熱くなっちゃった、いいかな、そういう感じで、うん、いいですか、ね、みんな分かった。はい、は聞こえんけど、うん、そうだね。よし、
いいですか、うん、ということでみんな頑張ってください。暖かいのでじゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。